親モスラは我が子を助けようとヘドラを煮えたぎる溶岩の中へ投じた。しかし突如起こった噴火が親モスラをも飲み込んでしまうのであった。それから一月が過ぎた。ああ、まだ羽化してないだと。繭を作ってからもう3週間ですわ。いくらなんでも遅すぎるんちゃいますか。親モスラが死んで成長を拒否しているのか。そうですな。トレマはどこ行った。何や知らんけど、トレマ繭に向かって必死に呼びかけてますわ。ねえ、いい加減出てきなよ。そりゃ親が死んで悲しいのはわかるけどさ、いつまでも繭の中にいたんじゃそのうち腐って死んじゃうよ。ねえ聞いてる？モスラ。そうだ、もう子供じゃないんだよね。もう立派な成虫のモスラなんだよね。だったら拗ねてないで出てこなくっちゃ。私も家族や仲間たちをザグレスに殺されてショックだったけど落ち込みはしなかった。負けてたまるもんかって思ったもん。だからモスラも負けちゃダメ。私と一緒にザグレスと戦って。ヘドラ、そんな生きていたなんて。忘れたの？ヘドラは高大怪獣、火口の中の有酸化物を吸収して前よりも数段パワーアップして蘇った。さあヘドラ、チャンスよ。繭ごとモスラを踏みつぶしちゃう。